限界ギリギリまで必死のパンチで準備してまいりました。不慣れのためお見苦しい点お聞き苦しい点ただあるかもしれませんけれども、どうぞ大きな心で、許して見守ってあげてほしいと切にお願いを申し上げまして、会を、開きたいと思います。それでは本日は司会を務めさせていただきます、浪江町出身今は京都に避難しております井上と、福島県郡山市から静岡県に避難をしております長谷川で司会を務めさせていただきます。避難の権利を求める全国避難者の会スタートさせていただきます。よろしくお願いいたします。冒頭スライド書を見ていただきました。5分弱の時間でしたけども、たくさんの、人生が詰め込まれた映像に私自身も胸が詰まる思いであります。続けて進めさせていただきます。続きまして
設立の挨拶を、共同代表宇野紗恵子より、させていただきたく思います。この、役員、準備会に関わりましたスタッフのメンバーは、宇野紗恵子とともに、壇の方に、立っていただきたいと思いますので速やかにこちらに並んでください。皆さんこんにちは。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。避難の権利とは、原発事故により放射能汚染を被った地域で地域の人々が被爆による被害を避けるために避難をすることが、避難を選択することができる、そのために実質的な支援が存在する、そのための権利です。この権利は私たち今避難している避難者の人たちが避難を続けることができる、移住し新しい暮らしを始めることができる、そのための権利であるばかりでなく、今汚染を被っている地域に暮らす人々が最大限被爆の危険から免れるための雇用や医療支援やさまざまな支援がそこに存在し、私たちに実質的に避難をするか、そこに暮らすか、そういうことを自己決定することができる、そのための大切な権利だと私たちは考えています。今この権利は残念ながらこの国では保障されてはいません。事故から4年7ヶ月が過ぎ、今日2015年10月29日、今日全国から集まった避難者、それから帰還者の私たちはここに集い、改めて私たちには避難の権利があることをここに表明したいと思います。そして避難の権利を求め、避難の権利が保障される社会を目指して、避難の権利を求める全国避難者の会を設立いたします。私たちはこの4年と7ヶ月本当にさまざまな分断に苦しみ、傷つき、もがいてきました。私たちがどこに散らばってしまっているのか、私たち自身を見つけることができずに来た4年と7ヶ月でもあります。私たちこの会はまず知り合うこと、つながり合うことを大事にしていこうというふうに考えています。今スライドショーを見ていただきましたが、最後に船の写真にがあったと思います。私たちこの有志で準備会で6月から準備を重ねてきましたけれども、今ここに小さな簡素な小舟が出来上がりました。ここで今日集ってくださった皆さんに一緒に乗り込んでいただき、そしてこの船をもっともっと多様な人たちが乗れるような船に仕上げしていただき、さまざまなところからさまざまな風景、さまざまな考えをここに呼び込んでいただき、私たちが避難の権利というものは一体何なのか、そしてそれを保障させるためにはどうすればいいのか、みんなで考え活動していきたいと願っています。今日は、本当にここまで来れてとても嬉しく思います。あとは皆さんと一緒にスタートさせていきたいと考えています。ありがとうございます。これで挨拶とさせていただきます。続きまして、共同代表中手の方から、会の説明とですね、役員紹介をさせていただきたいと思います。ひげさん、ちょっとお待ちください。
じゃあ進めておきましょう。じゃあ、はい。皆さんこんにちは、福島市から札幌市に避難移住いたしました中手と申します。この会の共同代表の一人をやらせていただくことになります。よろしくお願いします。ちょっと初めですね、雑談めたことをやらせていただきますね。うかつにも今日あのスライドショーがこんなに自分で言うのも手前ミスで言えるんですけど、こんなにあの説得力あるものになっていたら知りませんでした。うかつにも先ほどあの涙をちょっとこぼしてしまいました。今まであのこういう集まりに来ますとね、何かこうやっぱり本当に避難者の実情を訴えなきゃいけないとかそういう場面が多くですね、なんかあのカメラを構えた方々はもう泣く瞬間を待ってるようなそういう場面も多かったんですけど、今日はそういう意味ではあの、私たちにとってですね、あの晴れがましい日になるといいなと、これから本当に避難の権利を作っていくための、そんなふうに思ってたところなんですが、いきなりちょっと涙ぐらしました。気を取り直しまして、私の方からですね、この回のご説明をさせていただきます。もう数年ほど前からですね、原発事故の被災当事者あるいは避難当事者自身が、しっかりとした組織を作って、これから私たちの権利を保障させるための活動を運動をしていく必要があるというようなことは事あるたびに語られてきました。私自身も訴えてまいりました。しかし今あの宇野さんからもあったようにですね、実際のところ避難をしている我々がそういう組織を作るというのは本当にあの大変なことでした。何もあの団体一つ作るのにというふうに思われるかもしれませんけども、避難をして全国バーバーになってつながり合っても初めて会って遠い方かも一からスタートするような関係を一つ一つ作っていきながらこういう会一緒になってやっていく会というのはできないものです。ですから本当に進みすぎては後戻りをして、何度も何度もですね行ったり来たりを繰り返しながらでした。そんな中で本来であればスタートの時点で例えば100人とかですねたくさんの方々に入っていただくような立ち上がり方もしたかったんですが、やはりできませんでした。密に話し合える仲間たちでとにかく準備会を立ち上げようというふうになったのが6月の21日でした。子ども被災者支援法の、ちょうどできて3周年のその日でありました。そこで、十数人のメンバーがですねとにかくこのメンバーで立ち上げていこうと、そして立ち上げて多くの仲間に入ってもらえるようなそういう会にしようということで進めてまいりました。そして今日ようやくその準備会のメンバーでですね設立ということになりました。もうすでにご存知の方もあるかもしれませんが、入会の申し込みもようやくできる体制が整いました。ぜひあの今日おいでのですね、避難当事者の方にはあの受付の横に申し込みの用紙も置いてあります。申し込み書を今日受け取ってですね申し込みしていただくことができるようになっていますので、それもまあこの場を借りてお願いしたいと思います。それでどういう会なのか、私たちの会は避難の権利を求める全国避難者の会という会です。避難の権利とはというのは今宇野さんからお話ありました。では避難者の会だ当事者の会だというところで、この会はですねお手元の資料の中に規約などもありますが、ちょっと1枚もので見ていただくとしますと主意書というのがございます。避難の権利を求める全国避難者の会設立主意書というのがありますので、あの可能な方はご覧になっていただきたいと思いますが、この会のメンバーは避難当事者であります。それとプラス一度避難はしたけれども戻ることを強いられた、戻らざるを得なかったと、さまざまな事情で戻らざるを得なかったと機関車の方々も一緒に構成メンバーになっていただこうと思います。本来であればですね避難の権利最も避難の権利を必要としているのはこれから避難という選択肢が欲しいと思っている、居住者といいますかね、ここにいらっしゃる方はその言葉で伝わると思います。居住者の方、そして何よりこれからですね大人になる
あるいは生まれてくる子どもたちにも、彼らにこそですね、居住し続けるのか、避難をするのかの選択肢というのをしっかりと残していかなきゃならないというふうに思います。そういう意味では居住者の方々も入っていただける会というのもあり得る話ではあったかとは思うんですが、まずは今避難の権利を求める声を上げている避難者たちで会を立ち上げようと、そしてこれから、今言ったのですね、本来の意味での当事者、誰もが当事者である誰もがですね参加できるような会に座っていこうじゃないか、こんな思いから、設立時におきまして構成メンバーは、原発の避難者、帰還者、そして個人とさせていただきました。大事なことをもう一つ付け加えるのを忘れておりましたが、この場合避難者といったときに政府の避難指示があった方のみを指すのではありません。政府指示の有無にかかわらず今回の原発事故の被害によって避難をされた方、そしてさまざまな事情で帰還をされた方、こういう方々がメンバーになっていただきます。この設立したこの会でですね、何をやっていくのかということを少し説明させていただきます。1点目はですね、全国にちりぢりに今なっている全国あの避難者がつながり合っていくこと、ネットワーキング、これがまず第一に挙げられます。もう一つ活動の柱というものは避難の権利を具体的に保障されるさせる、実質的に保障させるさまざまな施策あるいは立法、こういったものを政府に働きかけていく、これがこの2つが活動の柱となります。具体的な項目を挙げますと、まずは取り組まねばならないと私たちが考えているものを5つここに挙げました。移住と保養、そして住宅の保障、健康と医療、避難者の実態把握、全国的なつながり作りというふうに5つここに挙げさせていただきました。私たちこれからですね、本当に小さな船出ではありますけれども、全国避難者の会という名に恥じないですね、本当に当事者の力によってこの自分たちの問題を解決していく、そういう会に育っていきたいという大きな希望は持っております。ぜひ皆様方のご参加と、ご支援といただければと思います。何かたどたどしい説明になってしまいました。よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。すいません、引き続き設立時のですね、役員の紹介をさせていただきたいと思います。これはですね、お手元の資料、会則がありますので、会則の方に役員の設立時役員の 名簿といいますかね、名前もありますので、ご覧いただきながらというふうにしたいと思います。まずは共同代表、今先ほど挨拶に立ちました、宇野紗友子さんと、私中手誠一で、やらせていただきます。よろしくお願いします。続きまして、事務局を担っていただく役員ということで、私の左手にいらっしゃいます、長谷川克也さん、同じくですね、宍戸敏則さん、会計を担ってもらいます、大賀彩子さん、そして幹事、会計監査も含めた幹事を担っていただきます、鈴木記念さん、この6人のメンバーで設立時役員としてやっていきたいと思います。
で、先ほども言いましたけど、会員の方をこれからですね、募っていくということで、時期まではまだはっきりはしていませんが、総会を、ほどなく開きたいというふうに思っています。1月末頃かなというふうに今計画を相談しているところですけどね、そこまでの間にですね、会員の方も入っていただき、また新たにこういった役割を担っていただくような方々もですね、どんどん入ってきていただいて、より力強くもう一回っていうの変だな、スタートをそこで切り直すというふうな考えでおりますので、よろしくお願いします。では、私の方からは以上になります。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ここで、ご来場の国会議員の皆様の、ご紹介をさせていただきます。議員の先生方、大変恐縮です。本来であれば一言ずついただくのが、というところであるんですけれども、今回避難者の会ということで、避難当事者の時間を目いっぱい取っております。ご起立いただいて、ご紹介だけさせていただければと思います。大変恐縮です。申し訳ございません。では順不同で、お呼びさせていただきます。まず、共産党、高橋千鶴子様、千鶴子先生、はい、続きまして、民主党より、鈴木勝正先生、どうも、同じく民主党より小宮山康子先生、共産党より、田村智子先生、続きまして、柿沢美人先生、続いて、徳永恵里先生、はい、ありがとうございます。あと、秘書の方でお越しいただいている、方、お名前だけ、ご紹介させていただきます。倉林明子先生、川田雄平先生、菅直人先生、亀山和也先生、新井博之先生、音村健太郎先生、山口香里先生、はい、以上の方が、本日参加してくださっております。大変ありがとうございます。今後とも、私どもも一緒に頑張っていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、奇跡的に非常にスムーズに会が進行しております。皆様ありがとうございます。時間は少々早いのですが、その分皆様がおそらく楽しみに今日いらっしゃってるであろうリレートークの皆様の時間が多少増えました。6分間という時間から多少伸びても大丈夫ですので、もうこのままリレートークに入らせていただきたいと思います。それでは、リレートーク1番目、宍戸俊則さん、リレートークの方をお願いいたします。はい、宍戸さんは、福島市から北海道札幌市に自主避難という形で避難をしております。今回役員にも名を連ねていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。改めまして、皆さんこんにちは。私は原発事故が起きてしばらくまでは福島県で学校の教員をしていました。漫画の話で大変大きな話題になった花字という話がありました。誰もそんなやつはいないよって言うんだったら、なぜ私は2011年の4月からの間にポケットティッシュを必ず2つポケットに入れて授業に行っていたんでしょう。授業中に鼻血を出す子が増えたからです。
私にとってはそれは当たり前のことでした。避難をしました。北海道は幸いにして私たちを温かく迎えてくれました。福島県外からいらっしゃったメディアの方が多数いらっしゃるので、ここは改めて声を大にして申し上げます。福島県外から避難しにおいで、面倒を見るよ、そういう声は福島県ではシャットアウトされました。流してもらえませんでした。だから避難先の北海道で私は何回も言われたんです。なんでもっとみんな来ないの、私ら準備して待ってるのになんで来ないの。報道はできなかったんです。今でもその報道は、呼びかけがあったこと自体黙殺されています。そのように私たち避難者はまるでなかったかのように原発事故を消されてしまおうとしています。今日この会を開くにあたって福島みずほ議員にご尽力願ったんですけれども、福島議員は質問主意書で避難者は何人いるのかと聞きました。国会のそして政府の閣議決定済みの答弁はこうです。避難者数えないからわからない。福島県はこういう人数を出している。つまり私たちのことを数えないんです。私たち避難者は、私は福島県出身です。そして生まれは福島県の北の外れの方です。すぐ自転車で10分も行くと宮城県に行ってしまいます。私たちの方に汚染があって、自転車10分向こうのところに汚染がない、そんなわけがあるでしょう。先日もいろんな人が集まって、いろんなところでいまだに測定を民間でやっています。確かに一時期に比べれば要素は見当たらなくなったし、セシウムは減りました。じゃあなくなったか、なくなっていないんです。なくなっていなかったのにそれを終わりにしてしまおうとして、私が避難しているところにはたくさんの自主避難の人たちがいます。ここに幸いにして老若男女と言っていい人たちが集まっていますが、残念ながら小学生から高校生ぐらいまでの年代の方はいません。国会に反戦のデモに行くことはできても、避難を語ることはできません。周りにどんな目に遭うか、家族がどんな目に遭うか、そして彼らは言うんです。だって親は俺らのこと好きなんだもん、俺も親好きだもん、親が悲しむようなこと言いたくないもん。子供に大人が気を使われているんです。それをいいことに彼らにいらない被爆をさせています。私たちはそれでいいんでしょうか。ずっと私たちの周りでたくさんの出会いがあり別れがあります。避難してでも結局金銭的に続かなかったり、親戚からいろいろ言われたりして戻っていった人たちがいます。避難先で新しく出会って、ここ1週間で私にとって一番嬉しかったのは、ついご近所で新しい命が生まれました。避難者同士の赤ちゃんです。そうやって子供たちはつながれていきます。それを守るべきは私たち大人ではないんでしょうか。私が考えることは2つです。避難者だって分かってない人たちをもっとたくさん、あそこにもいるよ、ここにもいるよ、なんだ周りにいっぱいいるんじゃないかってみんなに気づいてもらうことが一つ。そしてどこがどのように汚染されているのか、
人数だけじゃなくて、これも日本政府がサボって調べないんです。調べる人たちがいないなら民間ででもやっていくしかない。汚染の実態が何なのか、避難者は今どうなっているのか。私はこの会立ち上げるときに他の人たちの興味とは少し違う角度を持っているのかもしれません。まず私たちがどうなっているのか私たちが知りたい。そして私たちは実はこのぐらいたくさんいるんだっていうことをみんなで確認し合いたい。沖縄に避難していった関東の人たちがいます。関東のマスコミはそれをどのぐらい伝えていますか。北海道に避難してきた関東の人がいます。関東はどのぐらい伝えていますか。避難していったら終わりですか。それはもうあなた方の仲間ではありませんか。私たちはみんなつながれるはずです。避難していない人も避難した人もこれから避難を考える人もそれからそれを支える人もみんな一緒にいろんな人が集まってこの日本という社会を作り上げていく、その始めになればいいと思います。1年後には私なんかが手に負えなくなるぐらいこの会の人数が多くなって、もうダメだ、もっとたくさん10人ぐらい事務方に手を回してくれって言えるようなそんな日が1年後に、できれば1年後に、無理なら2年後でもいいです。来ることを私は願っています。今日はお集まりいただいてありがとうございました。宍戸さん、大変ありがとうございました。はい、続きましては、奈良井信子さん、よろしくお願いいたします。はい、奈良井さんは、東京都から現在石川県小松市の方に避難をされております。今から奈良井さんプロジェクターを使いますけれども、メディアの方ここからプロジェクターを使う方に関しましてはプロジェクターの 方は映さずに5人の顔までは結構なんですけども、お子様等が入っている映像もありますのでそちらの方は撮影控えていただければと思います。では奈良井さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、東京の大田区から石川県の実家の方に避難しています奈良井信子と申します。よろしくお願いします。私の報告はちょっと変わった視点からの話なんですけど、芸術を通してどのように私たち避難者の心をお伝えしているのかってことをお話しさせてください。石川県の避難者の支援の状況っていうのはまず一番最初に福島311石川由比の会という会が立ち上がりました。震災直後にたくさん避難されてきた方に対して福島県出身でもともと石川県に住んでらっしゃる方3人の方がこういう会を立ち上げてくださって、遊びの合宿であったり芋煮会とか講演会とかいろんな形で避難者同士が交流する場というのを設けてくださいました。でその後、これは先日行われた芋煮会の様子です。ここに来て福島弁聞くだけでもホッとするっていう方とかいろんな方が集まってこられます。でその後にたまたま出会った人たちの中でメーリングリストを作りました。でまた11の会っていう会が作りまして、毎月11日に集まってみんなで話し合うってことをしてるんですけど、これはですね福島から避難された方が金沢市でカフェを開かれまして、で私たち待望のいつ行っても誰が行ってもそこに行けば震災について語り合えるっていう場ができたということで、そこにたくさんの人が集まるようになったんですね。で県内で避難された方だけでなく支援活動をされている方がもう必ずこのカフェに集まるっていうようなことになって、ここでさまざまな交流が広がっていったんです。でその中で、
こうやってお話という形で被災について語り合える場っていうのを私も設けて、お寺とかいろんな場所で会を設けてたんですけど、この下のものは、支援グッズなんかを皆さん提供してくださって、それを販売したりとかもしてたんですけど、その中で福島の民話を語る会っていう活動が立ち上がりました。で、私たち表現活動をしている、演劇人であったり語りをしているものであったりっていう人が何人かいたので、じゃあ物語を語ることで私たちの気持ちを伝えていけないかっていうことでこの会が始まりました。で、一番最初に演じたのが、実は北陸の加賀藩から昔々江戸時代に相馬藩に新春門徒が山ほど移民したっていう歴史があって、この移民の歴史を語ることでそういった福島と北陸のつながりっていうところから石川県の方に興味を持ってもらえないかなということで始まった劇なんですけど、実は私自身の裏テーマには移民ですね。移民っていうのがやはり自分と重ねて強いテーマとして持ってまして、私自身は北陸から相馬へ移民を引き連れていったお坊さんの役を演じさせてもらってるんですけど、今度は逆の流れを起こしたいという思いを込めてこの作品を上映させていただいてます。で、金沢の別院とか、あと相馬公園、南相馬でも公演させていただいて、実際に移民された7代目8代目の方に見ていただいて交流もさせていただきました。で、またご存知の方も多いかもしれないんですけど、広島の方が東北の紙芝居を100本作るっていうことで活動されてまして、その中の一つの紙芝居を譲っていただいて上演させたりしていただいたりしてます。で、その中で私たち出会ったのが空の村坊っていう朗読劇です。見られた方もおいでるかもしれないんですけど、全村避難をテーマに小学5年生の男の子の視点から家族が村を去るまでを描かれた作品で、脚本家の篠原久美子さんという方は仮設住宅を回られて、全てのセリフを避難者ご自身の口が語られた言葉を採用されてこの脚本を起こされてます。で、もちろん内容的にはフィクションなんですけど、物語の内容自体は本当にフィクションなお話なんですけど、言葉の一つ一つが私たち避難した者の思いをとても大切に表してくださってて、どうしても避難してきた者たちでこれを上演したいということで上演活動を始めました。で、初演はもちろんその避難された方が作られたカフェで上演させていただきました。で、その後北陸3県各地で巡業してまして、この間福井の美浜でやった時はとても緊張しました。戻っちゃう。で、今1年ちょいで13回上演させていただいてるんですけど、この活動で私たち一番すごいなって自分たちで思ってるのは、こういうことを語る会っていうのは大体いつも同じメンバーがいて、今日もあったね、この間もあったねってことが多かったんですけど、見ていただくと分かるように中学校の PTA 教室で鑑賞会であったり、PTA 連合で金沢市全ての小中学校の役員さんに見ていただけたりっていうことで、演劇しかも小学生の言葉を口を借りた演劇っていうことで、普段振り向いてもらえない方たちにとてもたくさん見ていただくことができてるんです。で、それがすごくありがたくって、例えば中学生の感想の中には、津波以外で避難した人がいることを知りませんでしたっていう感想もあったんです。私もびっくりしたんですけど、そんなもんなんです。だからやっぱりこういうことを語り継いでいく必要がとてもあるんじゃないかなと思って私たち上演してます。で、その後上演の後必ず1時間ほど皆さんと語り合う時間を設けて体験を話し合ったりしてるんですけど、出演者の半分は実際に避難したものですっていうことで、皆さんとても熱心に聞いていただいてます。で、その活動の中から、こうやってマスコミさんに報道していただいていることで皆さんに認知していただいて支援金を集めて、この支援金は甲状腺検査の補助金などに使わせていただいたりとかてるんですけど、あと野菜を送ろうってことで今干し柿プロジェクト
あの実は相馬の干し柿は北陸から持っていったものなんですね。それを挿し木にして増えたものなんですけど、向こうでは干し柿どうしてできないのです。はい、そこから入っていただくためにこの活動をして、あとこういった形で芸術を通すという形を取ることで、普段振り向いてもらえない方にも知っていただけるっていう活動をして、これも演劇による保養活動ということで、演劇をする保養なんかもやったりしてます。そんな形で石川県の活動をやってます。で、来年の3月11日にはありがとう石川ということで、避難者また保養で石川県に訪れてくださった方が、そういう形で何かイベントができないかっていうことを今試案しているところです。石川県 全体のことではなくて、ほんの一部のものの活動の報告ではあるんですけど、こんな形でやってます。どうもありがとうございました。奈良井さん、ありがとうございました。奈良井さんのおっしゃる北陸から相馬に移民をしたのその歴史、実は私がその移民の末裔でございます余談でございました。ありがとうございました。それでは続きまして、大賀彩子さん、お願いいたします。はい、大賀さんは福島県大熊町から、会津を経て今新潟県の方に避難をしております。今回の役員も引き受けてくださっております。大賀さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。ご紹介いただきました大賀です。はい、私自身は、帰還困難区域の中である大熊町の第一原発から7キロの自宅を置いて避難してきています。もう短くまとめて少々だけお話ししようと思ったんですけれども、大抵この避難者支援ということで勉強会であるとか集会であれば、やはり喫緊の課題からっていうようなことで自主避難に関わることが、大抵テーマとしてねやってきていると思います。私も共に働きたいと思って、走ってきた4年間だったんですけれど、いわゆる強制避難の場合、手厚い賠償や生活支援が行われているので権利の主張っていうのはいらないんでしょうか。しかし、特にここ最近、今年も相次いでいますけれども、避難指示の指定を強引に解除していく、そして強引に解除したけれども、解除後1ヶ月で、帰還して暮らしている住民が 4% であるとか、楢葉町の例ですけれども、そしてこうチリチリになった避難者で非常に自殺も増えていたりとか、いろんな課題があります。そして私はこれらは避難の権利、避難者の権利に基づいて賠償や支援が行われているのではなくて、その場しのぎにおざなりに汚染廃棄物の中間貯蔵施設建設などの支障にならないように口封じに行われているに過ぎないんだっていう思いを強くなってきました。こうなってきたときに、そしてこれがもう、こう2020年オリンピックに向けて、ますます避難者なんてほんのちょっとですよ、そして帰還困難の人はもう、こう定住地の方にそれぞれ行ってもらいますよとかいうような形で、もう本当に避難者全員がいないようにされていくっていう流れになっているのではないかと思っています。そこで本当に私たちが、今こそさまざまな多様な立場を超えて避難当事者として
つながっていくことが必要だっていうことを思って、この会に私も参加しました。そして本当嬉しいことに、今回今日ここに来れなくてもメッセージを寄せた方々、それからこの会場の中にも時々こう院内集会なんかに来るよりも強制避難の方もこう比較的今までより多くこう声を上げて集ってきてくださっているので、そしてまた、私今避難先新潟ですけど、そこで強制避難の人も自主避難の人もいろんな交流がありますけれども、皆さん本当にかなり関心が高いなっていう状況なので、本当にこう例えば一つの場所に集まるとかねいうこともなかなか大変ですし、その会でどんな活動をしていくかってこともなかなかこう簡単な流れではないかもしれないですけれども、こう期待の高さ、そしてこうその多様に集まっているっていうことをこう生かして運営していければいいなっていうふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。さん、大変ありがとうございました。小川さんは本当に事前準備から、一生懸命参加してくださって、この会を作ってくださった一人であります。ありがとうございました。はい、では続きまして河合香織さん、お願いいたします。河合さんは福島県いわき市から現在埼玉県に避難をされております。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。何を話したらいいか分かんなくて場違いな発言になってしまうかもしれないですけど許してください。私は福島県いわき市から埼玉県に移った河合香織と言います。今日はこのような会に参加させていただいて大変ありがたいと思っています。呼びかけ人の方々に本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。私はいわき市に住んでた頃細々とですが自立し家族4人幸せに暮らしていました。それがある日突然、あの日からその生活が目の前からなくなりました。避難所生活、母子避難を得て典型的な震災離婚に至りました。それでもなんとか生活保護をもらって人の税金で暮らすのは嫌だとギリギリまでがむしゃらに働き頑張りました。しかしある日突然外に出られなくなり仕事にも行けなくなりどうにもならなくなってしまってどうしようかと悩んでた時に子供たちを育てるために仕方がないんだよって説得をされ今は生活保護を受けて生活しています。みんな当然の権利なんだから引け目に思うことないよって言ってくれるんですけれども生活保護を受けて生活している後ろめたさは消えることはありません。だからこそいち早く自立しようと努力していた矢先の住宅提供の終了の発表に愕然としました。母子避難から離婚に至った私たちにとって住宅提供は唯一のものでした。それがまた奪われようとしています。生活保護の私はそちらの方から補助があるでしょうと言われますがそれはまた私を人の税金を無駄に使っているという罪悪感が押し攻めてきます。仮に低所得世帯は家賃補助があるという政府発表がありますがそれは収入認定とされ保護額が減らされることになると思います。そもそも低所得世帯に家賃補助という方も違うと思うんですね。所得にかかわらず住宅の補助はじゃなく提供されるべきなんだと思っています。私たちは一切悪いことはしていないしただ子供を守りたいと思ってだけ避難生活を選びました。原発事故さえなければこんな惨めな生活をすることはなかったはずなんです。国、東電という加害者がいて私たちは被害者なんです。それを国、東電が支援とか補助とかいう言葉を使いなんか助けてやってるんだみたいな態度はおかしいと思います。
国と東電は私たちに避難の権利を認め、せめて住宅提供の長期的な保障をすべきだと思っています。私の望みは今住んでいるこの土地、この家、この場所で生活を続けたいだけなんです。もうこれ以上子どもたちの環境を変えたくない、それだけなんです。原発事故以降、先の見えない不安な状態にさらされながらも、なんとかここまで生きてこれました。私が本当に死にたいぐらい辛い時、同じように子どもも辛かったと思います。それがいろんな方に支えられ、救われ、私たち家族にやっと笑顔が戻ってきたところだったのに、住宅提供終了という政策が私たちに暗い影を落とします。毎朝毎晩繰り返される子どもたちからの質問があります。ママ、いつこの家出なきゃいけないの？どこに越すの？転校したくないよ。子どもたちの中にも不安は広がっています。どうか私たちをこのまま笑顔で自立への歩みを深めていけるよう、長期的に住宅提供を認めてほしいと思っております。そして長期的な住宅提供を求める署名が後ろの方にあるので、ぜひ一人でも多くの方に署名していただき、私たちに笑顔のある生活のために応援してください。以上です。よろしくお願いします。河合さん、ありがとうございました。今のお話の中にありました通り、まさに東京電力や政府が私たちを支援するという言葉自体に非常に、おかしなことを感じておる一人であります。すいません、ここでですね、国会議員の先生方が、いらっしゃっております。先ほど引き続きまして、ご紹介させていただきます。先ほどもそうでしたが恐縮です。本日、避難当事者の発言が続いておりますので、お名前だけご紹介させていただいて、その場でご起立を、お願いしております。ご協力いただければと思います。それでは、3名の方ご紹介いたします。山本太郎議員、ありがとうございます。続いて、秘書の方、来てくださっている方を、議員の方、お名前だけご紹介させていただきます。佐々木隆博議員のお秘書の方が来てくださっております。もう一方、小野次郎議員の秘書の方が来てくださっております。本日は大変ありがとうございます。これからも、一緒に、頑張らせていただければと思います。はい、それでは、続けさせていただきます。はい、ではトークの方を続けてまいります。5番目に、鹿野目久美さん、お願いいたします。鹿野目さんは福島県大玉村から現在神奈川県相模原市に避難をしております。鹿野目さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。こんにちは。今紹介していただきました鹿野目久美と申します。私は神奈川県相模原市で生まれ育って、結婚を機に福島に移り住みました。福島はとてもいいとこですよね。私は大玉村というところにログハウスを建てて、自然に優しい生活をしよう、そして生活を始めた2年目に震災が起こりました。福島の生活はとても豊かで、私はこちらで生まれ育ったにもかかわらず福島が大好きになり、避難してからもずっと家が恋しくてたまりません。そして私は本当にのんきに暮らしていた主婦でした。なのでこうやって皆様の前に立って、壇上に上がってカメラを向けられて、この場がとても違和感です。本当に普通の主婦だったんです。でもなぜ私がここにいるかというと、子供を守りたい、その一心でした。私は今相模原の実家にいるので、まだ自分では恵まれているのかなと思っています。で、実家にいるおかげで避難者同士の付き合いはあまりこの4年以上ありませんでした。でもここに来てこうやって皆さんとつながっていこうと思うのは、みんなと一緒に子供を守っていきたいからです。私は実家にいた余力を福島からの親子を招く保養の方に力を注いでいました。
そこでたくさんの子どもたちを見てきました。自分の娘もそうですが、本当に親を支えてくれています。私たちこうやって子どもを守ろうって言ってますけど、本当に子どもに守られてるって日々感じます。私もいろんなことを頑張ろうと思ってますが、この不安定な生活ではなかなか元気も続きません。頑張っては落ち込み、頑張っては落ち込み、その日々です。多分この会を立ち上げてくださった皆さんも、避難している皆さんもいつもそうだと思います。そんな時に支えてくれるのは子どもたちです。その子どもたちをどうやって守るか、そればかりいつも考えています。保養に来ている子どもたちもそうです。いつもお母さんたちの顔を見て、お母さんたちを支えよう、わがままを言わないんですね。一回福島から出てたくさん自然の中で遊んで福島に帰った時、外で遊びたいって言い出すんじゃないかと思って、最初のうちお母さんたちビクビクしてました。でも福島に戻ると福島なりの生活をするんだそうです。外で遊びたいって言いません。土遊びもしません。そんな子どもたちをずっと私は見てきて、どうやったら守れるんだろう今思っていますが、大人が頑張っていかなきゃいけないんだ、本当に今思います。それを頑張るためにもみんなでつながっていくこと、とっても大事だと思います。うちの娘はもう、当時5歳だったので、今小学校3年生です。福島で生活した時より、してた時間より避難の生活が長くなりました。今お友達もたくさんいて元気に遊んでいます。でもまだ自分の家は福島だと思っています。避難してからいつも娘と毎年、今年はどこで生活するっていう話を去年までしていました。去年その話を最後にしたのは、今の福島怖くて戻りたくないって、もう放射能の話も福島の話もあまりしないでほしいって泣かれたからです。娘は自分なりに判断をして、二十歳までは福島に戻らない口にしました。それはなぜかというと、きっと彼女の中に今までの経験から、子供のうちは福島にいちゃいけないんだ、きっと思っているんだと思います。そういう言葉を発したように、うちの娘も福島で被災した子どもたちも、きっと自分の身に降りかかったことを本当に理解する日が来ると思います。その時に私は娘に何を言えるんだろう、いつも思っています。私が頑張って伝え続けたとしても、周りの大人たちが理解をしてくれなかったら、娘はきっと差別をされたり辛い思いをすると思います。そのためにも、その生活が少しでも未来が明るくなるためにも、私はこうやって自分の体験、そして同じような立場の人たちとつながって真実を伝えて、子どもたちが生きやすい未来を作っていきたいと思っています。ここに集まってくださった皆様たちは、きっといろんなことを考えてくださっている方たちだと思います。また私たちの周り、少しずつそういう方を増やしていきませんか。私もこれから負けずに頑張っていきます。皆様といっぱいつながって、で元気を持って笑顔で、子どもたちの未来をこれからも明るいものにしていくために頑張りたいと思います。一緒に頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。田野目久美さん、ありがとうございました。本日は、ここの会場に、30名の避難者の方が、避難当事者の方が来てくださっておるということで、先ほど受付からありました。それぞれが、今のお話を、ずっと聞きながら、自分の体験と、照らし合わせながら、いろんなことを思い浮かべながらここに座ってくださっていることと思います。続けさせていただきます。はい、続きましては6番目、
森松明子さん、お願いいたします。森松さんは福島県郡山市から現在大阪市の方に避難をされております。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、森松明子と申します。私は福島県の郡山市から大阪市に避難をしています。子供は2人いまして母子避難をしています。夫は今も福島県郡山市で同じ仕事をずっと続けています。0歳で大阪に連れてきた私の娘は先週5歳になりました。0歳の時から父親と一緒に暮らすという生活を知りません。3歳で連れてきた上の息子は福島県民でありながら大阪の小学校に昨年入学して今小学校2年生をやっております。震災の日は東北弁を覚え始めた、ズズ弁を話し始めた可愛い盛りでしたが、今はバリバリの関西弁をしゃべります。母子避難を続けて4年半以上が経ちましたが、あの時と状況は何も変わっていないと私は感じます。今日は避難の権利の求める全国避難者の会の設立記念集会で発言の場を与えてくださいまして本当にありがとうございます。皆さん会場の斜め後ろを振り返ってちょっとあの白板をご覧いただけますでしょうか。関西から持ってきました。チラシにもお配りしているように東日本大震災避難者の会サンクス&ドリームが関西に避難をした人たちの声を一生懸命この1年をかけて集めました。例えば川柳避難者あるある575を集めてみました。こんな川柳があります。安全論、健康被害をなきことに、ペンネームそらさん。推し避難、私が倒れたらどうなるの、結構切実ですさん。避難してそこを尽きてく我が貯金、ペンネームどなたか庭の除染土お引き取りいただけますかさん。この不調その都度被爆に思い馳せ、ペンネーム症状ありさん。こんな形で声を集めればこうしてスピーチはしに大阪から関西から駆けつけれないけれども、多くの思いを持った避難者たちがこの日本の国には北海道から南は沖縄まで全国にバラバラに散らばって今なお避難生活を続けています。今日は全国各地で避難の権利を確立を求め日々ご尽力くださっている多くの方々がこの会場にも集まっておられるわけで、私は今日何を話そうかと考えました。私の考える避難の権利とは生きる権利ということの意味をお伝えしたいと思います。避難の権利とは人が命の危険に直面したときに自分の身を守るためにそこから退避することは当然の権利であり、憲法で保障されている基本的人権です。なぜ避難の権利が大切なのか、人の命や生命に直接関わる権利だからです。多くの人たちが身の危険に直面したら逃げるのが当然で、逃げることは簡単にできると思い込んでいます。でも今回 3.115 の東京電力福島第一原発事故を経験して、そんな当たり前のことができない社会的状況があることを私たちは身をもって知ったと思いますし、今5人の方たちが登壇されておっしゃってたことのように、私も含めてですが現在も避難した人たちは苦境に立たされています。それは避難した人たちだけでなく避難していない人もです。 あまりにも当たり前すぎて憲法の人権カタログに記載する必要もないと思われていたことも、現実に原子力災害という人災を通じて、そしてその経済的利害関係が絡む社会構造の中で、あまりに当たり前の権利が踏みにじられていることに
気づいたわけなのです。気づいた人はそれをきちんと社会に具体的に分かりやすく理解が得られるように訴えなければならないと私は思います。自分の選択の正当性だけを主張していたのでだけではいろいろな立場の人が立場を超えてつながることはできません。その時に憲法にはこういう条文もあります。憲法13条個人の尊厳というものです。この個人の尊厳に基づいた基本的人権の尊重というところでそれを道しべるつるべにして進んでいくべきだと私は思います。それが一人一人が大切にされ選択の置かれた状況のそれぞれの違いを乗り越えて互いに尊重しながら真の復興に向かえる唯一の方法であると私は考えます。そして何度も繰り返しますが人の命や健康よりも大切にされなければならないものはないのです。経済活動を支えるのも人です。復興に携わるのも人です。原子力の事故の収束に当たるのも人です。それらの人は生きてこそ健康であってこそそして命をつないでこそそういうことに携われるのです。この最も大切でそして普遍的で世界共通のこと命を守る行為が原則であるということに一致点を私は求めるべきだと思うのです。避難の権利は何度も申し上げますが避難をした人たちだけの正当性を求める権利ではありません。ひとたび原子力災害を経験した私たちは何が最も大切にされなければならないかそれを考えて行動に移しアクションを起こし具体的に進んでいくのが次の世代にバトンを渡す大人の責任だと私は思います。この会場は国会の参議院議員会館で国会議員の先生方も今日はたくさんお見えになっています。私は関西で今司法裁判所に避難の権利を求めて近畿地方では大阪地方裁判所、京都地方裁判所、神戸地方裁判所にそれぞれ100人以上の避難者たちが集団で提訴しています。損害賠償という形をとっていますが日本の国は民事訴訟か刑事訴訟しかできなくて憲法訴訟ができないからやっているんです。多くの全国で起こっている1万人を超える原告になった人たちはみんな口を揃えています。この裁判は人権救済裁判なんだと。子ども被災者支援法という法律ができても中身がなく骨抜きにされ棚ざらしの状態では具体的に人は救えません。もう頼るところは司法裁判所しかなくなったから裁判所にお願いをしているわけです。普通の暮らしをしていた皆さん同じように普通に暮らしていた普通の人たちが裁判を起こしてまで避難の権利を訴えなければならないんですか。危険を感じたら逃げるのが当たり前だと私は思うのです。どうして命を守るという原則的な行為が裁判所にまで訴えて確立をしなければならないのかというところに私はとても今の現状のおかしさを感じます。そのことを今日はこんなに大勢の心ある皆さんと共有できて本当に私は嬉しく思います。私は大阪の方に避難をしていますから大阪や兵庫や京都、滋賀、奈良そこに散らばる人たちと声を合わせて顔は出せない。先ほども言われてました私たちの間では関西ではその人たちのことを隠れ避難民と呼んでいます。なぜ隠れなければならないのか隠れキリシタンならぬ隠れ避難民だ。最初にご登壇の指導さんもおっしゃっていました。数さえわからないこんな現状で本当に世界に対して恥ずかしくないんでしょうか。そういうふうに私は思います。人類史上チェルノブイリの事故も経験しています。避難しているお母さんたちが一番切実にその教訓として声を取って参考にしているのがチェルノブイリのお母さんたちの証言です。そして今福島の、まあ、お母さんだけでなく福島の被害に遭った人先ほども堂々と私たちは被害者ですとおっしゃった登壇者の方もおられました。声を合わせて
私は命が守る行為が原則であるということを社会に伝え続けていきたいと思います。でも一人で声を上げることは反発も大変あります。それは山本議員が一番よくご存知だと思いますけれども、テレビの向こう側で本当に励まされておりました。一人一人が勇気ある行動とバッシングにも耐えながら、原則的な行為は、そして普遍的なことは何なのか、命を守る行為が原則だとお思いであるならば、避難の権利の確立を求めてご一緒に歩んでください。長い時間ありがとうございました。森本さんありがとうございました。森本さんは、私も一緒に関西の一次建国として、いつも歩んでいるんですけれども、あえてズーズー弁と言われた福島人から、あっこう、おめえ今日はよーぐやったど、てんこ盛りよーぐしゃべった、ご苦労様でした、ありがとう。続きまして7番目に亀山ののこさん、よろしくお願いいたします。はい、亀山さんは東京都から福岡県糸島市の方に避難されております。なお亀岡さん、プロジェクターを使用しますが、映して結構で構いませんということでありますので、亀山さんと、あとこの、9番目にある福田、健二さんの方もプロジェクター使用ですけども、撮影結構ですということですので、ほどの方はそのような形でお願いしたいと思います。では亀山さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、福岡県糸島市から、今10ヶ月になった3番目の息子、スイと一緒にやってきました、フォトグラファーの亀山ののこと言います。震災当時は、生後6ヶ月の双子の息子と、夫と東京で暮らしていました。3.11 が起こり、その後の国の対応を見まして、私の人生は変わりました。ずっとあの商業写真で、ファッションとかミュージシャンとか芸能人、そうした商業的な写真を撮っていましたが、やっと目が覚めて、自分の持っている写真という技術は社会に対してものを言うためのものだったんだと、私たちの尊厳を証明するためにあるものだったんだと気がつきまして、2011年の4月から原発のない世界を望んだお母さんと子供の、ポートレートを撮りました。それが100人の母たちという写真集になって、全国で100カ所以上で、写真展を開催してもらっています。今日も、避難者の避難の権利ということでここでお話をさせて、いただく機会をもらったんですけれども、フォトグラファーなので3.11 後に撮った写真を背景にお話をさせてもらおうかなと思います。この今日見ていただくスライドは、あの100人の母たちに続くものなんですけれども、世界的な環境活動家でシンガーソングライターのアンニャ・ライトさんという方が私たちのこの動きに共感してくださって、すぐにあの作詞作曲をして私のスライドに合わせてくれています。その BGM も、少しあの皆さんもリラックスされながら、見ていただけたらと、一緒に聴いていただけたらと思います。お願いします。ただいまもう少々野々子さんにちょっとつないでもらっちゃおうかな。はい、私が移住した糸島市というところは玄海原発から30キロ地点にあります。矛盾してるんじゃないかっていう声もあります。でもそこには今も続く里山の暮らしと、本当に美しい海や山、昔から続くまだ開拓されていない風情がたくさん残っています。これに魅了されてしまった私は、福岡に移住したのが2011年の夏だったんですけれど、もう抗うことができずに、2年後にその糸島市に、引っ越しました。そして美しい自然を見るにつけ、福島の方たちが愛しているもの、愛したもの、あ、こういうものなんだなと
身に染みて感じております。今見ていただくものはほとんどが糸島市で撮られたものです。糸島市は震災のあと移住してきた人たちがとても多い場所です。そして私と同じように生き方を変えなくてはいけないと気がついて、環境に負荷の少ないこの商業社会の輪の中から少しでも抜け出るような生き方をしたいという人たちが集まって助け合って生きています。その中でやっぱり私たちは政治にもっと参加していかないということ、参加していかなければいけないということも、この4年半本当に思い知らされました。先ほどの方も話されたように憲法13条、私たちの尊厳は最大限守られる、そう記されているにもかかわらず私たちの尊厳が踏みにじられ続けてきた4年半、私たちはこの自分たちの力をもっと政治にちゃんとつなげていかなきゃいけない、そう思って仲間の中から、糸島市議に、一人、送り出すことに成功しました。その彼がすごく今頑張って、玄海原発の再稼働に際する時の糸島市の同意自治体としての、参加を、市に働きかけるための、署名運動などを始めています。そうですね、あとは私たち移住者はやっぱり家族と遠く離れてしまった人が多いです。私もこの三男を産むにあたって、移住者同士ですごく、助け合って産後の食事の世話などを移住者がしてくれたりしています。それが本当に心が温かくなり、すごく確かな温度を感じるんですが、こうしたことも本当はもっと国から保障されるべきことなんだっていうのをみんなで確かめ合って生きていきたいなと今日皆さんのお話を聞いてまた思いました。私は本当に生後6ヶ月の双子を抱えて、それから社会にこれから向き合いながら生きていく覚悟をだんだんと固めていきながら、無我夢中でこの4年半それでこの三男も産んでやってきました。なのでこうして皆さんとつながって皆さんの声を改めて聞くことが本当に私を現実につなぎ止めてくれるし、そこからまた新しく子どもたちにつないでいく未来は何を描くべきなのかということを思い起こさせてくれます。そして私の仕事はやはり写真を撮ることなので、一人でも多くの人に私たちがこうした思いをしていること、原発事故があって移住したから辛い思いをしている人、そういう人がいるんだということを写真を通して伝えていきたいと思っています。これは麦畑で子どもたちは本当にいつもこんなところで遊んでいます。これは歩いて3分ほどの海です、自宅から。こうした当たり前であるはずの、そしてこの上のない幸せというものをもう二度と手放さないために表現をすることをやめません。諦めません。そしてこうしてどんどん新しく命は生まれてくるので、私たちは絶望をしません。来年の参議院選挙に向けて動き出しています。世界ともつながっています。
悲しみや苦しみを力に変えて、これからも多くの人の心の扉を叩く写真を撮っていきたいと思っています。皆さん本当に大変な最中にこうした会を発足させていただき、そしていつもたゆまない活動を続けてくださってありがとうございます。一人一人 の力と勇気に本当に感謝いたします。ありがとうございます。はい、亀山直子さん、どうもありがとうございました。素晴らしい写真と、音楽が、皆さんを引きつけて、会場一つにしていたなと思います。ありがとうございました。続きまして、8番目に、浅香海さんにお願いします。海さんは東京から、ニュージーランドの方に、避難をされていて、今、東京の方にいらっしゃるということで、今回、トークの方をお願いしております。それでは、こんにちは。まず現在北海道に避難している母浅香優穂からのメッセージを代読いたしたいと思います。私は多様な個性を持った人々がその多様性をお互いに尊重しながら、お互いの尊厳を認め合い、対等に生き合う社会を目指して2011年3月11日までさまざまな活動をしてきました。車椅子を使っているという特質を生かし、障害を持つ人ならず全ての人が使いやすい町構造を作り、介助要請度を実現させました。そうした中で 3.11 に福島原発が爆発しました。それは私の故郷でした。その時私は同じ体の特質を持った娘を地域の中で介助者や友人、連れ合いと共に育てていました。私にとって放射能はレントゲンという形で、小さい頃出会っていた恐怖の象徴であり、医療という正義の名を借りた虐待、拷問の象徴でした。それが大量に空中にばらまかれたことは、もう東京に住めないのだろうということの宣告でした。ですから私にとっての避難は娘の命を守るための必死の、そして必然の行動でした。骨の弱い私がまさに命を懸けて娘の命を世に送り出したのは、娘は可愛いとか子供が愛おしいという女性に押し付けられた母性の神話とははるかに隔たったものでした。この世の世界の不条理、差別、抑圧を変えていく同志、仲間を得るのだという確信のもと、私は娘と共に生きていこうと思ったのです。まさに自分の命と今まで生きてきた人生の全てをかけて、若い人に引き継ぎ、この偉大な地球、自然、さらに様々な生き物たちの命、そしてもちろん人類、そしてその中でも抑圧されているマイノリティの人たちの命の対等性とあらゆる自由を勝ち取るために、娘を必要として確信しての出産でした。そんな切実な思いとは相反するように、この国は大事なこと、本当のことは人々に伝えないで、絶対に伝えないというパターンを未だに引きずって動いています。それは歴史上でも現在に至っても戦争責任を問わず天皇制が残っているように変わっていません。戦後に至っても嘘を繰り返して人々を洗脳するようなするやり方を政治と心より人々によって政治がなされてきました。メディアさえも常に財界や政治家の御用機関として機能しています。どんな嘘もでも何度も繰り返されれば、それを本当だと信じてしまいます。私は1ミリシーベルトが20ミリシーベルトに変えても安全なのだと言い張る政治家や医療者の声を初めて聞いたときに、心がわしづかみにされるようでした。避難している人たちの権利を保障するのが政治の責任であり、行政の機能しなければいけないところです。そしてマスコミが避難者たちの声こそをメインストリームにしていくことによって、メインストリームにしていくことによって、これからの放射能の中でさえも助け合って、どんな人も追いやられることのない暮らしや社会の責任を目指すべきです。避難は権利です。私たち避難者はこの避難が守られ保障されるために、お互いを責めることなく、まして避難していない人も追い込むことは決してしません。政治や電力会社に対しては怒りで声を荒らげても、その怒りを避難させられたお互いには決して向けないという覚悟と絶え間ない洞察が必要です。避難は権利です。
私たちは子どもたちに未来を手渡す責任と手渡せるのだという愛と確信があります。それらを行動し続けるために時にはあまりの悲しみに泣き叫ぶことはあってもその悲しみさえも力とし未来を作っていくことを決して諦めません。避難は権利です。私たち避難者はその権利が守れ それが保障されるために避難している人たちの権利を失礼しました。私は今日ここに参加した避難者の皆さんと北海道の札幌から心の手を差し伸べてしっかりと皆さんとつながっていること、放射能が何万年の時を半減期として必要とするならば私は時空を超えた無限のエールを皆さんに送り続けていることを約束します。ありがとうございました。以上、浅田優子でした。今日はこの場を介して話せることを心より嬉しく思っています。私は 3.11 があった時中学校2年生でした。事故後1ヶ月後にはニュージーランドに避難しているという猛スピードの中母の絶え間ない怒りとともに日本を離れられました。でも父は日本に残って放射能を測定し日本の現実を見つめ続けていくという選択をしました。この場にいらっしゃっている皆さんが大切な人とバラバラになっていく辛さを感じてきたと思います。私は長い間自分だけが安全な場所に避難したことに対し深い罪悪感を抱えていました。先ほど宍戸さんがおっしゃっていたように若い人たちはその罪悪感や大切な人への思いから避難を口にできている人は本当に少ないです。ニュージーランドにもたくさんの若い人は避難していましたが自分が避難してきたと自分から言う人は誰と言いませんでした。避難は権利だとあんなにも言い張っている母のもとに生まれた私でさえ避難をしているということを口にすることを躊躇し続けてきました。でも今日この場で避難が権利だということを堂々と言っている皆さんと一緒にやれることを本当に心より嬉しく思います。そして私が行ったニュージーランドの生活は本当にたくさんの優しさに囲まれたものでした。避難してきたことに対してよく自分の命を守る決断をしたねと迎え入れてくれる人たちがいました。あまりに政治に進む方向がおかしすぎて時に絶望感や無力感にとらわれて何もできなくなることもあるけれど大人たちの多くが若い人たちの行動に勇気や希望を見つけるように私はどんな状況下でも強く賢く命をつないできた大人たちがいることに勇気をもらい励まされます。これから世代、性別、国籍、体の特徴や避難するしないを関わらずあらゆる命を大切にするということを最優先にしつながっていきその輪が広がっていくことがこれからの希望となることを信じています。ありがとうございました。浅香海さん、ありがとうございます。演台の方に、乗って皆さんにメッセージが届くようにと、彼女からの提案でアイデアでこういった形でトークをしました。お母さんのお手紙に続いての、海さんの、トークの方、大変心にしみる、若い方からの声を大人の一人として深く聞かせていただきました。さあ、最後に控えましたのは、トークの方は福田賢治さん、こちらがですね、原発避難白書という形でプロジェクターを使用されるということなんですが、こちら撮影 OK ということですので、準備の方よろしければお願いいたします。福田さんは、避難当事者ではございません。皆様お知らせ方も多いかと思いますけれども、サフランという、弁護士の方々で活動されております。私が福田さんに初めてお会いしたのは、原発事故が爆発した事故があった年の6月、福島市での集会でした。まだ私は避難する前に福田さんとお会いしてその会場の片隅で聞いて、あ、こんな弁護士さんたちもいるんだということを非常に力強く思ったことが思い出されます。今日福田さんにここに来ていただいて、私も嬉しく思います。福田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました福田賢治です。福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク、通称サフランという団体に所属しております。正直ものすごく喋りにくいですよね、この本当に避難当事者の方
方のですね、あのこの胸に迫るお話をした後になんでこう年じゃない私がですねこれ喋るんだということをあのすごく今あの思いながらちょっと壇上に上がってるんですけども、ひとまずですねあのこの今回 の, あのまずあのこう全国避難者の会の設立についてあの共にですねこの構成あの中心的にですね関わって いらっしゃる皆さんとですね一緒にあのこれまで活動してきたものとしてね本当におめでとうと申し上げたい。今ちょうどあの長谷川さんがおっしゃっていただいたんですけども、2011年の6月に私があの福島でお話をする機会がありました。まさにこの私が避難の権利というのは皆さんにあるんです、これは当然の権利なんですということを皆さんにあの申し上げ、そしてあの中手誠一さんがですねあの選択的避難区域というのを作りましょうというお話を当時されていました。そこから4年ずっとですねあの中瀬さんと話してても長谷川さんと話しててもやっぱり当事者の団体が必要だよね、当事者の声をなんかこうぶつけるそういう器が必要だよねということをずっと話してきて、ついに今日こういうあの場にですねあの私も参加させていただきお話しさせていただく機会がある、本当に、感無量です。であのそんなことを言って私今日ですねあの私に与えられたお仕事はそういうことではございませんで、原発避難白書という本をですね9月に、出版いたしました。これはあの私たちサフランだけではなくてですねあの関西学院大学の災害復興研あの制度研究所、それから東日本、大震災支援全国ネットワーク JCN という、団体とですね3つの団体で、編集委員会を作りまして、この間ずっと編集作業をやっていったものです。で私が別に中心メンバーというわけでもなくですねあのもっとあのこの本あの白書を作るにあたってですね汗をかいて、いただいた人がですねここにあの木野さんとかですね毎日新聞 の木野さんとかたくさん大勢今日来て、います。あの JCN の方々先ほどちょっと帰られてしまいました。それですいませんお願いします。あのなぜこういう本を作ったのかと、それはまさにですね冒頭あの私たちがずっとですねこの間原発、事故の避難者への賠償を求め、そして、子ども被災者支援法のですね実施を求めてきた中でなかなか、避難者に対する対応がなされない、なんでなんだろうということを考えていたときに、一つあの我々がですね問題意識として持ったのが、次お願いします。あの避難者を政府が定義をしていない、誰がどういう人たちが原発事故の避難者で支援の対象となるのか、そういうことを一向に政府は定義をしようとしないわけです。でそして数がわからない、避難者の数の把握をしようとしない、すでにですね何度もあの特に最高等の静雄さんのお話の中にありましたけれども、結局定義もわからなければ避難者の数も把握しようとしない、そのそうやってその避難の問題をぼやかし曖昧にし、そうしてこう避難者に対して何を政府がしなくちゃいけないのかという課題から逃げてきた、そういう4年半だったのではないかというふうに思うわけです。で、あのこれあの避難者の推移で復興庁が集計している避難者の推移のですね福島県の、部分をですね、あのグラフにしたものなんですけども、皆さんこれ見ていただくとですねあのここですね2014年の7月から2014年の8月にかけてですねあの関東に避難している方の数がポーンと上がるんですね。これ新しい避難者がどっと避難したのか、そんなことは起こらないわけです。次お願いします。埼玉県の避難者の方について2014年の6月は2640人の方が避難していたというふうに埼玉県は把握していました。ところがその2ヶ月後、8月にですはですね5639人、およそ倍以上の数にですね埼玉県が把握している避難者の数が増えている。でこの間何があったかというと、毎日新聞の日野さんが今そこにいますけれども、あの勝手に喋ってますけれども、あの結局埼玉県の避難者の数どうもおかしいんじゃないかということで、皆さんがですね調べていらっしゃった。で実際にどうやって把握をしているんですかというふうに聞いてみたところ、埼玉県では結局みなし仮設に入居している方の数しかカウントしていないということがわかるわけです。でそれおかしいじゃないですかということで、次お願いします。例えば雇用促進住宅あるいは UR の住宅といったところに、入居していらっしゃる方もカウントされない、そして、住宅支援を受けていない方の数、これもカウントしていないわけですね。でその時埼玉県は何をやったかというと、市町村に改めて聞いてみたんです。各市町村何人ずついらっしゃいますかと。でその数を集計してみたところ、2600人だったものが6000人以上になった。これは埼玉県だけのお話ですけれども、同じようなことは多分あちこちで起こっているんだと思います。どうやって避難者をカウントしてください、
今復興庁が毎月毎月避難者の数の統計というのを発表してますけれども、どうやってカウントするのかということをきちんと明確に指示していない。そしてあの、まあ、その聞かれた都道府県の側も一貫した方法でやっていないままにですね、あの避難者について、きちんとした把握がなされていない状況がずっと続いているということがわかると思います。で、ここまでが私たちの問題意識でありまして、なんとかですね、避難の前方を明らかにしたい、原発避難という実際に起こったことを何かの形できちんと、資料化したい、その今後のですね、避難者への政策を求めていくにあたって、ここに書いてあるじゃないかと言える本を作りたいというのが、私たちがこの、白書の編集にあたった、問題意識です。で、ここから先は内容の説明ですけれども、全部で4部、構成になっています。で、最初にまずは今申し上げたようなその原発避難というのがどうやって発生したのか、そしてそれが政府によっていかに、無視され曖昧なものとされきちんと把握されてこなかったのかということが第1部で触れられています。その他にあの原発に関するさまざまな賠償請求の現状についても触れています。で、第2部と第3部は避難元の状況ですね、福島県あるいは福島県が避難元の状況に基づくさまざまな分析、そして第3部では避難先、避難した先でもいろいろな状況の違いがありますので、それに基づく分析をしております。で、第4部はさまざまな方にですね、いろいろな分析 の論考をですね、提供していただきました。第1部の内容は今話したような内容なので、次、まずもう時間がない。で、第2部、ですけれども、あの原発事故のですね、避難者というものを、語る前提としてですね、あの一人一人の避難者のですね、状況って本当に異なるわけです。で、一方でしかし、あの大きなですね、避難者をめぐる状況をある程度大掴みに把握していないと、一人一人の方の状況を把握することも困難であるということで、原発事故の避難者の、避難元の地域をですね、7つに勝手に分類しまして、それぞれの地域からの、避難者計16名の方のインタビューをさせていただいて、すべてこの本に掲載しております。で、これが7分類でして、あの、こういう資料を作りました。あの、それぞれですね、これ大まかに言えば、あの東京電力の賠償基準に基づいた分類ですが、上の3つがいわゆるあの避難指示区域と呼ばれているところ、それから D というのがその中間的な、地域で、EFG が、一般的に自主避難と呼ばれている地域ということになります。で、これそれぞれについてですね、どこがそうなのか、あの定義とどこがそうなのか、どれぐらいのそもそも人口がいるのか、そして、賠償がどのようにされていて、支援策があるのかないのかっていうのを全て一覧にしました。で、これからさまざまなことが分かるんですが、分かることをここで喋っていると時間がなくなってしまいますが、あのこの施策の、その施策の丸抜もこれもあの見ていただくとですね、非常に面白いんですが、いろいろな施策がなぜか県境で区切られていることがすごく多いというのが、ここからパッと分かることです。次いきます。で、それから16名の方のインタビューをさせていただきました。これもぜひあのお読みいただきたいと思っているわけですが、あのみなあの違いを語るのは難しいので、ここでは共通 あの内容としてできているのが、一つが皆さんが口々におっしゃっている、そして今先ほどもあのリレートークの中で触れられていたのが、普通の生活、普通の暮らしというのがある日突然なくなってしまった、これ皆さんのインタビューに共通して出てくる。で、もう一つここで申し上げたいのが、この特にその区域外、あの避難して区域外から避難されている方が、その避難というのがきちんと認知されていないと、社会的に理解されていないということで大変苦労されていらっしゃる。例えばあの避難先で避難してきましたと言えずにですね、あの転勤できましたと言わざるを得なかったと、そういう話がたくさん出てきます。第3部はあの避難先の状況です。実はどこに避難したかによってですね、あの受けられる支援というのは実はさまざまです。北海道、新潟、愛知県といったですね、比較的行政と民間がうまいこと連携してあの支援が充実している地域もあります。残念ながらそうでない地域もあります。また人のですね、あの人口、あの避難者の推移も違います。山形や新潟の避難者はどんどん減っています。一方でより遠くの避難者ではあんまり変わっていないですし、例えば岡山なんかもまだ避難者がですね、微増しているというような状況もこれからあのここで明らかにします。で、4番目はさまざまな形にですね、こういうあのテーマについて、論文を寄稿していただきました。でもう時間がありません。あのこういうふうな形です。今あの実はここに書かれているものは、多くのここに集まっていらっしゃる方については、まあ、知ってるよ、当然だよということがほとんどなんだろうと思います。しかしその我々が少なくともこの白書でやろう、や
やろうとしたことは、まずはそれをとにかく集めてここに並べて、ここをスタートにさらなる事実を積み重ねていく、それがまずはあのしないことで、いろんなあの政策を求めていく上での出発点ではないか。そしてその当事者の声、これが致命的に大事で、今回私たち16名の方にインタビューさせていただきました。これは16名だけではなくて、16名のだけが避難者ではないわけです。あの本当に多くの方が避難をしていらっしゃる。そしてそのいろんな場所で声を必ずしも上げられずに、その声が聞かれないままにいるということが現状なんだと思います。今回のですね、その全国避難者の会の設立が、あのこうしたですね、その声を出す、あのより多くの避難者の声を表に出し、様々あの本来あるべき権利を獲得していくというですね、一つの大きな舞台になるということを期待しております。あのすいません、最後宣伝です。11月3日に発刊シンポジウムがあります。はい、次あのこんな人が来てあの話をするということになってますので、よろしければお越しください。はい、ではどうもありがとうございます。早口ですいません。はい、すいません、少しあの何とか持ってきておりますので、あの後ろにあのありますので、ご入り、はい、福田弁護士ありがとうございました。一言だけあのコメントさせていただきますと、私はあの原発事故が起こってから5ヶ月間郡山市に残りました。その時にまず最初に思ったのは、政治は私たちを助けないのかということを思いました。その後、これは個人的な見解でありますので、そうでない方もお医者さんもいらっしゃったと思いましたけれども、私は医療は私たちを助けないのかということを次に思いました。しかし福田さんや加崎さんと会って、法律家は私たちに寄り添うんだなということを思いました。その気持ちは今も変わっておりません。福田さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではですね、休憩を挟みたいと思いますが、その前に、これからですね、あの避難者によります、グループディスカッションをあの企画しております。今日こちらに来ている役員の、メンバー一人一人が、そのグループにつき一人、ファシリテーターという形で入らせていただきたいと思っております。今日、30名ほどの避難者が、こちらに、来ているということなので、一応あの模造紙をですね用意してますので、その模造紙を持っている、役員ごめんなさい、今模造紙をそろそろ取りに行きましょうか。模造紙持ってると、 あの人のところ、はいはい、ごめんなさい、お話途中で申し訳ないです。ちょっと皆様が動き出しが始まりましたので、あのご紹介だけさせていただきます。今日国会議員の先生がもう一方駆けつけてくださいました。社民党の福島瑞穂、先生が駆けつけてくださいました。ちょっとあの皆様ご起立でご挨拶だけお願いしているところでございますけども、福島議員ありがとうございます。はい、大変失礼いたしました。はい、続けます。はい、それでは続けます。休憩に入る前にですね、そのグループ分けをさせていただきたいと思います。今日たくさんお集まり の、 あの支援者の皆様方、今回このグループディスカッションは、私たちあの避難者のですね、一人一人があのどういったことを、今日話すかということを、まあ、私たちを周りであの見守っていただくという形で、オブザーブという形でお願いしております。大きく動かぬ山のごとく、私たちのことをですね、上から周りからですね、あの見守っていただけますようディスカッションの際にはお願いしたいと思います。それから、もうちょっとだけお待ちください。皆さん、ちょっとアナウンス事項が続きます。申し訳ないです。はい、とっとと喋ります。アンケートを今日用意しております。このアンケート、私たちの活動に大変有効に活用させていただけるかと思いますので、どうぞこの休憩時間にとっととおトイレの終わった方は、あのアンケートの記入の方も進めていただけますようよろしくお願いいたします。すいません。はい、あとですね、資料が、足りずに40名ぐらいの方がまだお持ちないということで、今至急作成しました。この休憩中に資料が足りなかった方は、後ろの受付の方に寄っていただければご用意しておりますのでお取りください。それではまた再開後に、簡単に、段取りアナウンスいたしますので、3時25分からスタートしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
3時25分になりましたら皆様、席について、始められるように、ご準備の方ご協力をお願いいたします。